では、我々にどんな方法があったと言いようのだ。惑わされないぞ、存在しない者ノーバディ。お前は何も悲しんでいない。そう、確かに実のところ何も悲しくはない。たとえ世界がどうなろうと、お前たちが何を思い、そして消えてゆこうと。みんな、大いなるキングダムハーツよ、
やり直しだ。ああ、私は何度でもお前に心を捧げよう。聞くがよい。お前は私なくしては完成しない。私もまたお前なくしては完成しない。大いなるキングダムハーツよ、我々の完成のため力を貸してくれ。あの愚か者たちを消し去る力だ。ケムナス、寄せ！憎しみに震える心。ゼムナス、やめろ！怒りに燃える心。あ、諦めろ！妬みに焦がれる心。愚かなるアンセムは心の本質を知らぬと言った。だが私は知っている。心こそが力を生み出すのだ。どこへ行ったゼムナス。ここで逃がしたら大変なことになる。あれを見て。なんだろう。キングダムハーツ。行こう。ゼムナスはこの先にいる。これは世界がくれた扉だ。世界は僕たちに運命を委ねた。うん。ここから先はもう引き返せない。勝つか無になるか。さあソラ、どうする？待ってろよゼムナス、全部終わりだ。あ、おお、消えてなくなりたいと見える。心に忠実なのも考えものだな。これからの教訓にさせてもらおう。しまった。俺たちだけでもやるぞ。
終わりだ。はっ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 、受けてみろ。にゃ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 、怒りが足りない、心が足りない。ゼムナス、心は怒りや憎しみだけじゃない、いろんなものが詰まってるんだ。忘れちゃったのか。ああ残念だ。みんな、ご苦労様。一緒に帰れるんだよな。俺は身を闇に染めたんだ。リク、どんな顔をして帰ればいいんだ。こんな顔。急ごう。俺が道を開く。君はもう闇の世界の住人じゃない。王様、どうやって帰るんですか。
だろう。わからない。でも急いだ方が良さそうだ。持ってよ。ありがとう、ナミネ。うん。ね、約束通り会えたでしょ。え？次に会ってもお互いに気づかないかもしれない。ナミネはそう言ったよね。うん、覚えてる。ちゃんと分かったよ。うん、不思議。分かる気がする。俺には君が覚えている俺の姿が見える。君は俺が覚えている君自身を見ている。ノーバディは闇に消え去る運命だと思っていたけど、俺たちは元の存在と会うことができた。だから消えなかったのかな。じゃあまた会えるんだ。うん、空とカイリが会うときはいつでも。毎日会えるよね、空。ああ。口を閉じて。え？心配するな。全部お前だ。さあ、帰ろう。リク、行こう。ああ。
言えなかったよ。ナミネにありがとうって。全てが元通りになってからじゃないと簡単に言っちゃいけない気がしてさ。終わらせよう。そうすればいつでも何度でも会えるんだ。ああ、光の世界の勇者たちよ、まだ終わるわけにはいかない。光と闇が永遠ならば、我ら虚無という存在もまた永遠。そう、光も闇も永遠だ。虚無もまた永遠だと認めてもいいけれど、ゼムナス、あんたが永遠ってわけじゃない。お前たちのそのきらめきもまた。怒り憎しみ最高だ。一緒に行こう。
喜ぶのはまだ早いみたい。ソラ、俺はもう。それ以上言うな。まだ終われないんだ。なぜなんだ、ソラ。たとえ力が残っていても、この状況じゃ。リクはさ、闇の世界に長く居すぎたんだよ。だからすぐそんなこと言い出すんだよな。ソラ。ん？任せる。うん。俺は、自分はいつでも空より上だって思ってた。ふーん。怒ったか？いや、俺もそう思ってたから、リクにはかなわないって。リク、見ろ、なんだか明るいぞ。行き止まりか。うん。降ろせよ。もう歩ける。
なんだか俺も闇の世界に染まってきたかな。リク、これが今の俺にふさわしい、これが真実の世界。もしそうならここで闇に溶けてしまうのもいいかもな。リク、世界は光と闇でできている。俺たちは闇になるのさ。そうだな、世界は光の世界はもう大丈夫だもんな。カイリア王様たちがいるし。そういうこと。なあソラ、悪いけど俺を波打ち際まで引きずってくれないか。波の音だけは同じだな。続きがあるんだ。俺がお前より上だと思ってた話の。ん？本当はソラ、お前が羨ましかった。なんで？お前みたいに心のままに生きられたら楽しいだろうなって。これでも悩みはたくさんあるんだけどな。例えば？リクみたいになりたいとか。そうか、確かに俺になれたらとてもいいことがあるな。お前には絶対できないことだ。なんだよそれ。ソラの友達でいられる。それなら俺は俺のままでいいや。リクには絶対できないことがあるから。ソラ、ん？多分お前宛てだ。この世界のどこかにいるあなたへ、すべての悲しみが消えるようにとか、すべての心がつながるようにとか、願うだけでは届かない思いを叶えるために私は進もうと思っています。新しい旅立ちは意外に簡単なことかもしれない。もしかしたらそれはもう始まっているのかもしれない。この空がつなぐ世界でたどり着く場所は一緒だと信じています。光だ、光への扉。一緒に行こう。あ、
いつも
何も変わってないな。うん、何も変わらない。小さい世界だ。でも世界は広かった。ああ、でさ、結局光への扉って何だったんだろう。ここああ、どこにでもあるってことだよ。どうしたんだよ。これ王様から？